皆さん、こんにちは。転職の達人、釘山です。さあ、気合を入れてね、やっていきますよ。でね、違う違う。この動画はね、そう、あんまり気合を入れながら人生を超えていく、そういうことを話す動画じゃないんですね。もっとゆるいゆるい生き方。だけども、なんとなくうまくいっちゃうような生き方をね、ご紹介したいなと思ってるんです。いいですね。前回はですね、人生3番手主義っていうお話をしましたね。1番でもない、2番でもない、3番手。もちろん一個一個は頑張りますけどね。でも3番手で十分じゃないっていうこの考え方。これがまさに転職を成功させる考え方であり、人生をハッピーに生きていくね、極意なんですね。今日はさらに転職についてね、深く深くこう探ってみたいと思っております。問題です。転職って何ですか？何ですか？転職なんてな、お前何言ってるんだ。仕事を変わることに決まっとるだろう。今そう思いましたよね。転職なんてのは仕事を変わるもんだよって。変わることだよ。1億2000万人のうちね、1億人ぐらいはそう思ったと思うんです。それが違うんですよ。それが違う。そう思ってるからね、転職がうまくいかないんですよ。転職って一体何なんですか？転職はね、仕事を変えることじゃなくて、いいですか？人生を変えることなんです。わかりました？人生を変えること、それが転職なんですね。そういうふうに考えると転職はうまくいくんです。いい仕事ねえかな、いい仕事ねえかな、こっちかな、あっちかな、いい仕事ないかなって探してる姿ってどうですか？かっこいい。思いますか？思わない。全然かっこよくないじゃないですか。仕事をね、こちょこちょ探すっていう姿ってなんかね、決してかっこいいもんじゃないんですね。つまりね、何か違うんですよ。何か違うからこう見ててね、かっこよさを感じないんですね。これをですよ、人生を探してるんだって書いた時どうなりますか？これからの新しい人生、私にとって一体どんな人生があるんだろう。今までの人生とは違ったね、新しい人生を歩むんだってした時に、なんかかっこよくないですか？新しい人生に向かって突き進んでる人間ってね。そうなんですよ。仕事を探すっていうのはね、どっちかというとネガティブで暗いイメージがついちゃうの。だけどね、同じことならね、人生を変えるんだって考えたら、それはね、ポジティブでなんかすごく前向きな生き方になるじゃないですか。ここなんですよ、私が言いたいのはね。だってどうせね、仕事を変えるってことはね、人生変えることなんですよ。変わっちゃうんです。そのぐらい大ごとなんですからね。だったらね、人生を変えるって考えてやってた方が良くないですか？まあそういうだけじゃなくてね、こういうことも言えるんですよ。失業した時ハローワーク行きますよね。そして求人票からこう探すわけですよ。いい仕事ないかなって。それ何やってんですか？私なんか3回も経験してるからね、わかるんですけど、ものすごく惨めなんです。俺の人生ってこのコンピューターの中に入っている求人票の中から決まってくるのかなって、えらい寂しい思いをしたことなんですね。でもね、仕事を探すんじゃなくて人生を探すって書いた時にね、自分の人生をどうしようかって考えたら、この求人票の世界の10倍はね、可能性が広がるんですよ。10倍ですよ。だからいいんです。単にね、かっこいいとかかっこ悪いとかってそういう問題じゃなくてね、自分の新しい人生を探した方が10倍の可能性がある。だからいい転職ができるんですね。ここに気づいてください。転職とはね、仕事を探すことじゃなくて人生を探すことなんです。仕事を変えることじゃなくて人生を変えることなんです。いいでしょう。ぜひね、この考え方でね、やってみてください。転職の達人、釘山でした。